八ッ場大橋は、群馬県安嶋郡長野原町の八条和が、妻湖に架かる橋。八ッ場ダム建設に伴う付け替え道路として建設された。建設中の仮称は、湖面一号橋。同様の付け替え道路として、群馬県道375号の不動大橋と、国道145号の丸岩大橋がある。八ッ場ダム建設に伴い、水没地域の住民の代替地が、 ダム湖の右岸と左岸に分かれることから、これらの地域を結び、生活再建を支援するために計画された橋である。群馬県道377号川原、畑大戸線の一部となっている。八っパダムの工事中止を公約に掲げた民主党が2009年8月30日に、投開票が行われた第45回衆議院議員総選挙に、勝利。橋脚工事の最中で、 足場が組まれた状態の湖面1号橋は、八ッパダム工事是非の象徴的な構造物として報道される機会が増えた。民主党政権が誕生し、本包みの工事は、もちろんの言葉しについても、建設の可否が不透明な状態となったが、同年12月1日、群馬県県特定ダム対策課は、橋脚の入札広告を出し、県として事業を継続する姿勢を示した。 一方、国も2010年3月18日、前原政治国土交通省が、住民の意向調査の結果を踏まえ、本包み工事とは切り離して、生活再建事業の一つとして、事業継続することを表明した。一般県道川原畑大土線の8、一般大橋が開通しました群馬県トップページ雇用、産業、土木、建築、農林業土木、 建築着工当時の完成予定は2014年3月であった。湖面1号橋の入札広告住民意向を調査、国交省、八つ葉、湖面橋建設めぐり。ありがとうございます。